僕はアパレルで働くナーサ。今日もコーヒーでも飲みながら優雅に出勤。おっと、もうこんな時間。急げ急げ。なんやここ。どこや。ようこそ試練の部屋へ。私はパルクラチャンネルのゲームマスターだ。それ今考えました。お主、パルクラチャンネルに出たいって言ってたよな。はい、言ってました。だったら目隠しをつけて服の素材を当ててみせろ。え、でもよくわからんけどやってみます。それではまず目隠しをするのだ。あれ、誠さんです。え、これつけるんですか。では第1問、うん、これは結構サラッとした質感。これはリネン 100% です。正解。え、あ、これか。なんだ、不正解ではないか。顔洗って出直してこい。なんやこれ、全然わからん。ん？麺かな。いや違うか、結構厚手やな。難しい。こっちと触り比べてみるか。いやむずいな、全然わからん。やばい、撮影に全然集中できん。早く勉強したい。あれ、あの素材なんなんやろ、気になる。触りたいけど今撮影中やから無理や。なんなんあれマジで。くそー、麺、朝、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン。おい、中作聞いてんのか。麺、朝。中作最近どうしたの。もう勉強が辛くなってきてるんです。でも言ったやんな、頑張るって。はい、言ったならやろうよ。わかりました、頑張ります。これは麺。わかるぞ、俺にはできる。絶対合格するぞ。勉強や勉強や。なにこれ、なにこれ、調べて調べて、絶対合格するぞ。お、いけそう。俺マジで合格できるんじゃん。お、いけそうか、もしかして。よし、めっちゃ勉強してきたし、今日こそ絶対いけるぞ。よし、厳しい修行も耐え抜いてきた。今日はやるぞ。よく来たな、ナーサ。覚悟はいいのだろうな。できてます。よし、私も鬼ではない。一問正解につき5秒の PR タイムをやろう。よし、頑張るぞ。よし、やるぞ。よし、来い。では第1問。これは麺。正解。では次。さらっとした肌触り。でも待てよ、これはポリエステル100。正解。目隠しを取ってよいぞ。あ、これディスコートで人気のテックリネンのシャツジャケットじゃないですか。さらっとした肌触りやけど麻が入ってないから家庭でも洗濯しやすい商品ですよね。特に女性にも人気で、ロゴ T とか中に合わせてちょっとカジュアルに着るのめちゃくちゃ可愛いんですよ。では第2問。この触り心地は簡単ですよ。新入社員の時思い出しますわ。なんか刺繍があるぞ。あれ、これ商品までわかります。これは綿 100% の刺繍ワンポイントビッグロング T シャツです。正解。よっしゃ、やっぱりか。このロンティー大注目のアイテムで、一回完売してたんですけど新色も追加されて、また今予約スタートしてる商品なんですよ。では第3問。何やこれ、ウールっぽいけど、でもそう
こまで温かみは感じられへん。これはアクリル100です。正解。あ、これもディスコードの人気アイテムのメッシュのカーディガンじゃないですか。このメッシュ素材が夏場まで着れてレイヤードも使いやすい1枚なんですよ。では第4問。なんやこれ、全然わからへん。よし、では一度だけチャンスをやろう。はい。ディスコードの誰かに電話がつながっているから聞いてみるといい。千葉さん出て。千葉さん。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。千葉さんですか？あ、中作さん？中作さん？はい。あれ？あ、もしもし。やすちゃん？え、中作さん？やすちゃんか。え？ちょっとやすちゃん落ち着いて聞いてもらっていい？もしもし。やすちゃん？やすちゃん聞こえる？もしもし。やすちゃん？え、やすちゃん？聞こえないです。もしもし。やすちゃん？中作さん？聞こえてる？あ、もしもし。あれ？やすちゃん、やすちゃん、終了。くそや。あ、くそ。でも俺はめっちゃ勉強してきたから分かるはずや。これはナイロン95ポリウレタン 5% や。正解。くしゃ。あ、これは今年トレンドのスノーカンパンツ。ナイロン素材で軽くて履きやすいやつですね。今年流行りのストリートスタイルのもめちゃくちゃおすすめです。では最終問題。よし、ついに最後の問題か。絶対当てるぞ。これは結構さらっとした肌触りやから2年か。いや、違う。わかった。これはアクリル80、ナイロン20。正解！よっしゃー！あ、これはめちゃくちゃ人気のユニセックスのカーディガンの新作じゃないですか。リネンのようなさらっとした肌触りで家庭でも洗濯しやすい一着なんですよ。すごく春らしい明るい色合いですごくおすすめのカーディガンです。はい、ただいまパルクローゼットでは予約商品をご購入いただくと 10% のポイントを還元するキャンペーンを行っております。またディスコートのホームページでは春夏の新作アイテムのルックブックを紹介しているのでぜひそちらもチェックしてみてください。 とユニセックスのインスタグラムの方では今日ご紹介したアイテムもたくさんご紹介しているのでぜひ見てみてください。あと僕も自分の個人のインスタグラムもやってます。ぜひフォローしてください。あと TikTok もやってるのでぜひよかったらやったー、おめでとう。やったー、よかったね。はい、この動画が面白かった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。